世界には季節がなかった。永遠の春に覆われた柔らかな世界。人々はその神の恵みと信じていた。はい、どうもこんばんは。真実とりあえず本日の収穫から。ちょっと待って、画面明るい。あ、ダメだ、設定だわ。はい、とりあえず安いトリケスがあったので買ってきた。なんか色が変だな。はい、あ、なんかアップデートがあったかな。やっちゃったな。はい、これか。はい、ちょっと待ってね。これからゲームの説明をする。これでいいや。よく聞いてくれよ。まずは経過時間いらない。コメントなんたらいらない。こいつを操作するんだ。カウント本当いらん。右で右に移動して下に入れると高速落下。何、これで大丈夫かな。ちょっとごめんよ。黄色なら緑、紫なら白色といった具合に色が変わるんだ。何が？はい、クーネルさん、ルークさん、M2 さん、ちょっと待ってね。縦や横、はにわとどまるさん、竹丸さん、マリオさんいらっしゃい。あとうっちゃんいらっしゃい。 QR さんもいらっしゃい。わかった、文字数が分かった。へえ。うわうわ、おい、2人しかいらない。エルンさんもいらっしゃい。さあ、もうどういうゲームかもわからん。パッケージ見たことあるけど中はよくわからん感じ。ガラポン、ガラポンってどこの地方の言葉ですか。はい、こんばんは。かっちゃんいらっしゃい。マイクがよっ。お、コーナーじゃねえか。どう、コナンがどこ行ったか知らねえか。あきのりさんもいらっしゃい。準備はいいかい。なんか大木戸博士みたいなやつ来たな。なんだこれ、なんか真ん中のさ 1.0 がすげえ気になるんだけど、なんなんこれ。なんか落ちてきたぞ。なんか落ち込んできたぞ。あ、3つで消える。ぷよぷよだ。大丈夫これ。あ、え、なんでなんで、なんか、あー、さっきなんか言ってたな。消すとなんか色変わっちゃう。なんか収穫ありました。沈んできた。沈みかけている。あー、まあ連鎖にはかうわで、あれが溜まると何ができる。なんかやばいね、このメーカー。どっかで聞いたことあるんだよな。タクヨーってとこなんだけど、キャラ絵があれだな。ああ、変わっ、なるほどね。なんか難しいな、相当慣れないとこれはできない気がするな。緑と黄色は同系色だから。ああ、なんたらなんたら式抽選機みたいなやつね。ガラポンってそれか。ああ、はい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 、あれガラポンって言うんだ。子供が持ってたゲームボーイソフトを数本買いました。そっか、まあハードオフはね、ゲームボーイが非常に雑に売ってるもんね。はい、次。
ああ、そうか、ちょっと待って。はい。今日やってなかった。そう、ちなみにさっきのゲームもドリキャスのゲームですね。プラスプラム。いつ出たんだろうこれ。あ、99年。ああ早い、相当早く出たんだね。かなり初期タイトルだったらしいけど、全然知らなかったわ。これは、これも2000年だからそこそこ新しい。なんかちゃんとしてそうな感じ。こんばんは。はい、こんばんは。カツさんいらっしゃい。闇陽さんもいらっしゃい。アンドレさんもいらっしゃいって言ってない可能性がある。大工の原さんのゲームボーイソフトをハードオフで買って。いいな。なかなかないというか、まあジャンクで見たことないな。えらい汚い感じこれ。ヘックスを叩き、叩く。ヘックス叩く。フィールドを変えろとか出る。はい、リトさんもいらっしゃい。有利な戦場を作り出す新戦略シミュレーションゲーム。らしいです。なんか、気合が入ってんだか入ってないんだかわかんないオープニング。CG キャラかな、あれ。土偶戦記。おぉ。そう、土偶戦記。覇王。覇王。土偶のゲームって意外とあるよね。なんだかんだで意外と。カルナザル戦記。え？箱付きの状態がいいのもたくさんあって、触るだけで楽しめました。今時結構そういう状態は高いんだよね、でもね。ちょっと動いたね、今。まあ、飛ばすけどね。ハミオンザスカイ。へへへへ。覇王から最初でしょ。佐竹のやつ。出すと。シミュレーションだからね。今日はまあドリキャス2本。あとは、レトフリでできるやつですね。うわー、なんか、喋らないし、13歳の誕生日を迎え、風の最大で洗礼の儀式を受けていた。へー。この時代よくありそうな設定だな。トコゾの福袋、同じソフトが10本入ってたらしい。まさかのファイナルファンタジー 15? 90万本突破したらしいじゃない。福袋にいっぱい入れて。あ、X。 おお、記録画面。ウィニングイレブンとか。ウィーレな。ウィーレいくつだっけね。あ、何昔の話をしてんの。もう今年の話をしてくれよ。へえ、探索。まさか今年の話じゃねえと思って、10年前ぐらいの話をしてんのか。もっと前かな。まあ、集めてるんじゃない。まだそんなに残ってんの。そんなことある。え X を押すと、広い。移動先、変わらないんだけど。え、いや。ぶっちゃけも何も、在庫処分以外に理由がない。何度も言いますが、残り物には服があるの服だからあれ。残り物ですから。残ってないものを入れるわけがないだろう、あんなもん。あのね、楽なんだよね。俺、カズさん以外はみんな楽したい。1000円自販機と一緒だよ。てか、ゲームが始まらないのに、もう何にもわからない、これ。お手上げです。まあ、だから、客は来るからね、とりあえず。カズトさんはもう10年近くやってるからね、あれをね。流行る前からやってるので、あの人以外は全部、ただただ何も面白いことを発信できない人たちが、
見よう見まねこれさえやれば身銭を切って体張れば人が来るっていうのでやってるだけの何の話題性もないだけの人でしょ。残念なことに楽でいいよな。いやーちょっと待てよこれか失礼。安直な。そりゃそうだよ。だって何にも面白い話持ってないんだもん。体張るしかないじゃない。ああダメだ。誰がどう失敗するか、意外にいいものが入っているか。あのね、でもちょっとね、福袋を開ける人はまあ、それはいいんだけど、残念ながら、やっぱその、どんな、ゲームの福袋を開けるんだったら、やっぱり、やっぱりね、その、価値がわかる人じゃないと、ただ単に、あ、これ欲しかったんだよねとかだったらいいけど、やっぱ、わかんねえ、これわかんねえ、これわかんねえ、じゃあちょっと面白くないね。ちょっともうちょっとソフトを全体的に把握してる人がいないと、その現地にね、いないとちょっと弱いかなって思った。それわかんないんだっていうのがやっぱ多いよね。仕方ないけどさ、そんなもの知るわけねえだろっていう話だけど、そんなソフトし、お前ぐらいしか知らんだろみたいなのあるから。スポーツものは、作りの良し悪し関係なくプレイ寿命短いから処理に困るよね。日本ではそんな元から売れないジャンルでもあるからな。物によるけど、まあ物によるね。ちょっと待ってね。すごい遠い、すごい遠い綿棒が。福袋動画で開けた人が所長の動画で見たゲームだって言ってた。誰だよ。誰なんだ。いやそもそも俺が買うものじゃないからね、あれは。福袋はね、福袋を買わないと手に入んないようなものはないってか、福袋を買うぐらいだったらちゃんと目的のものをその値段で買います。余計なものは在庫はもう増やしたくない。もうたくさんだ。ジョアさんいらっしゃい。次。コントローラーがない。これなんか持ってなかったっぽいんで、ネタフリにいっぱいインストールすることで持ってる持ってないが意外と分かってきたっていうか、なのでこれは買ってきた。うわバリエ宝。カズトさんぐらいもうやる。でもカズトさんはね、毎年買いすぎてね、もうどれもいる。9割持ってるゲームが出るんじゃ、まあ、やっぱダメだよね。もう福袋を買うあれがない、意味がない。ただただ在庫が増えていくだけ。しかもいらねえ在庫が増えるっていうさ、こんな人いたっけ。ははははエンディングも良かったよな。あのなんかこう本編に若干絡んでくるエンディングテーマ、シティハンターとか。あのシリーズやっぱいいな。なんかなんでこの赤飯に字が彫ってあるみたいな。そうね、カメルーヌさんいらっしゃい。ちょ待って、これさ、これ何ゲーだよ、この処理の重さ。何この、なんか描画が上から見える感じ。どうしたどうした、レースゲームじゃねえのこれ。うん、そう、今日はちょっとギャンブルあるよ。か、海坊主。冷や飯さんいらっしゃい。ポジションを決めますか。ハヤト2位って書いてある。出た。メカニック。やる。G グリップってグループだっけ、歌。起動ね。移動フェーズ。何が、どっちが前なのこれ。右か。移動力2、1じゃない、2じゃない。バトル。バトル。おほほほ。うん。ピー、なんかゲームボーイっぽいね、音が。戦いじゃない、体当たり競り合う。体当たりなんかしていいの ?F1 系で。見た目が変わらないね。え、俺なんか選んでる。ねえ。鉛筆をさ、指でこうさ、指一本で立てて、垂直に立てて、ピーって弾くレースゲームあんじゃん。学校でやるやつ。あれみたい。てか、ああいうチョロ Q のゲームあったな。チョロ Q 引っ張って離すゲーム。意外と面白い。紙にコース書いてさ、まあいいわ。次、おっと遅い。
消しピンっていうのかな。いや、鉛筆を立てて、芯の方を下にして立てて、指で、人差し指とかで立てて、あ、つかない。で、なんか、スッて倒すっていうか、なんて言うんだろうね。芯の方を前にして倒す、スッとこう。っていうレース。あ。ハイパー、うえーい、フレームついた。そう、人生ゲーム、悠々人生みたいだったの、さっきの。誰なの誰なの君たち誰原作って何違う。原作ってアニメじゃなくて漫画かなんかあんのかな。うちの姉貴がハマってたわ。あ、漫画原作っぽいな。チョロキューの漫画なんてあんだ。チョロ Q で何しようとしてんだこの大人たちは。親父が点滅しちゃった。親父合いそうだな。名人とライバルかな。チョロ Q っぽくないんだけど。なんだよこれ。頑張ってんな。あ、これかな。俺が今言ってたやつってチョロ Q。 初めからやろうか。でも最後は山、なんか火山が爆発するんでしょ。火山の地下にあるさ、基地かなんかで、ね、戦ってね。下手に左右だよ、音が。ん？またお部屋にいるの？誰これ？お母さんなのこれ。なんか、お母さんっていうか新しいお母さんって感じじゃない？お父さんのこと心配。でも、あとはここで心配していても。ああ、親父は心配して部屋にこもってるってこと？え？え、グランダー武蔵？あれ、そんな話？じゃあ、それじゃないのかな？超速スピナーか。いや、釣りじゃねえ。お！福さんと一緒の金額だ。話す。お父さん、お母さん顔変わって。警察の方でも探してる。警察の方。グランダムサシ、そんな話なんだ。フィッシュ。俺はグランダムサシよりもその後にやってた実写の釣りのさ、なんかすごいよ、なんかいたじゃん。すごいグラサンかけたおっさんがフィッシュっていうやつ。あれが見たかった。500円。うん。世界がちっちゃいんだよな、征服する世界が。本当はでかいんだけど。ミラクルチーム。そんな、ポケモンといい、なんでゲームボーイの RPG で。いや、違うの。今日あのね、違う。カサオさんは分かってるんだろうけど。これってボンボンかなんかの、子供少年、コロコロボンボン系のあれでしょ？あれは何？ダッシュ4クローかなんか最初なのかな？親父が最初いなくなるところとかから、どっち断片、親父の墓で壁当てしてるから。墓当てしてる。リビングしかないじゃん、じゃあ。ソファー多いな、おい。神社に行ってみんなと遊んで。引きこもりだったの。町田玄、村田玄さん。足速っ。あ、操作しづれ。うん、マジマジ。あ、なんか祭りやってるぜ。なんかワンパクが来たな。ねえ、引きこもりっぽい。親父がいなくなって引きこもっちゃう。でも小学生ってわかんねえからな。先生が変わっただけで引き込むやついるから。シャーペン持って家に行ったもん。学校行こうっつって。学校にも行ってねえのかい。どういうポーズしてんのこれ、左下の人。死ぬ。そう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 。昔の特撮ヒーローもので、悪の組織が幼稚園バスを襲うかのように、昔はだからコロコロボンボン系は大体世界征服をやる。小学校3年ぐらいだ。コロコロだっけエロいのって。月刊ジャンプじゃない。わからんけど、俺漫画を疎いから。そうよ。でも本当はいい世界を作るかもしれないからわかんない。今の世界を変えようとしているから止めちゃうけどさ、もしかしたらすごく、ねえ、
一つの意志が固い地球を一つにしてくれる奴らかもしれん。出るって何？出る、どこへ出ようとしてんの？チヨ、あれ結構いるな。へぇー、話す。バイオ研究所。危ねえっつうのよ。ビーダーマンそんな強かったらやっぱピストルと一緒じゃんな。見た目でわかるのかなこれ。あーなんかなんこれ、なんこれ。出る。レース、ああ、あ、そっかそっか、これレースゲーだった。俺ビーダーマンやってる気になってた。草レース。悪そうなやつだな。まだ持ってないのか。出よう。かっこいい。あれだ、なんだっけ、重機ネットじゃねえ、なんだ、全員をバーコードで管理するって、なんか大体ディストピアっていうか、なんだあれ、なんかああいう悪い未来みたいなさ、あれ系の話だよね。大体背中じゃ首筋に、なんかキャラが弱いな。ブランダー武蔵は伝説の七つの岩を集める作品だった。全部集めると願いが叶うのかな。なんだ、出ろうじゃないのそれ。だろうって。空気発射すんの。何搭載してんの。人間にチップを踏み込む、そう。お金持ってんだよね。なんかそういうことか。なんかもう、自由度がねえな。なんか、ここか噂の研究所。廃屋じゃねえか。ね。何をしてんの？吐くのが早い。和骨です。なんだって？爆発したんだ。あ！バイオ博士。親父バイオ博士ってすごい嫌だな。かっこいいチョロキーですごい欲しかったな。見てみよう、こんなチョロキー見ようかな。あ！え？なるほど、親父が研究していた、なんか爆発した研究所、おお、回る。処理がちょっと重い。なんか友達から、水曜どうでしょうについてなんか来たの。バイオ戦士だ。バイオ戦士ヒロシ。なんか顔つき変わったな。お前の仕事はもう終わった。お前はもう用済みだ。もう早速なんか項目増えちゃったよ。じゃあ、野良やってみよう、野良を。世界を救うおもちゃを手に入れた。これから、そういえば、土屋は風のモデルになった人は亡くなったんだよな。バイオマン、ブロリー。違う、ここじゃなかった。バイオミックソルジャー。ちょっと待て。ちょっとやろうぜ。とにかく、レースをやんないとこれ終わんねって。ただのレースっぽいけどね。草競馬というのも同じような、草競馬の方が敷居が高い気するんだけど。やべえ。次はくかこれ。これ全然終わってねえな。まだまだあるぞ、今日は実はインストールしなきゃいけないゲームがまた出てきたんで。いっぱい出てきたんで。まだいる。まあ、いっぱいでもねえけど。パーツ、かけるパーツがなきゃダメなの？セレクトを押すと、へぇー、めんどくせえゲームだなぁ。もうさっさとやらせるや。何をすりゃいいんだって？なんだこれ？なんだこれ？ X ボタン、なんだ？ゾンビ化するチョロQだよ。何の話だ？もうやめようかな、ここ。どういうレースゲームかわかんねえからやりたいんだけどさ、一つもやらしくないよ、本当に。お、これでやれんのかな。
大会。あ、お前いいんじゃん。ヒロシメガネが。俺でもミニ四駆とか全然ハマんなかったな。俺らよりもちょっと下の世代のもんだからさ、俺たちはちょっともう、ちょっとお兄さんだったからさ。さすがに。つまらない。とか何のゲームかわかんないもん。箱説もねえから、これ。ああ。うわ、これ何ゲーなんだろう。ちゃんとすり、なんか上から目線のレースなのか。うわ、なんだこれ。名前つけられてない。お草レース場で練習しろって言った。でもパーツがなんたらって言ってたよな。めんどくせえ、このゲーム。かけるパーツがないとやれねえって言ったよね。子供的にはかっこいいのか。あった。あー、やっぱないわ。多分もう、そうね。ミニ四駆とかヨーヨーはもう、ミニ四駆はダッシュ4クロだったけど、その頃は別に作ってコースも別にないし、なんか公式の大会とか以外は多分コースはとかないしね。これどうすりゃいい？04キューブと、ヨロキューマンがあったっけ？知らんねえ。小さい子からパーツを奪う大人がいっぱいいるんだろうな。安いもの、タイヤで、ありそう。ってか、あのさ、あのもう多分余計なパーツはないはずなんだ、これ。ついてるやつ。待てよ、なんかミニオンじゃねえよ。カタログじゃねえよ。カスタムか。ああ、なんかやっぱミニオンクみたいな感じだね。これが、バンパー。さあ、残り1分半でできるかな？あ、違う。来た。プルバックじゃないの？プルバック。そうよ。なんだこれ。なんだ？あ！これかな？あ、やっぱそうだ。さっき言ったやつこれだよ。これこれ。レースゲーじゃねえ。ちょっとミニ、パターゴルフだった。どっちかつとパターゴルフゲーだった。カーブ？嘘。水中用って俺弱え。これ絶対負ける。考え中ってすげえな。やべ、ゴルフゲーだったか。カーブね。絶対性能いいじゃん、お前のが。やられたわ。カーブってなんだろう。こうしちゃった方がいいのかな？うん。そうだよね。あ、絶対こっちの方がいいよ。まっすぐ行こう。どれがまっすぐなんだろう。あー、カーブ。うん。次枠です。はい、はい、マックス。あー、マックスでもこれ無理じゃん。いやいやいや、そうね。これはこれでいい考えだけど、次枠です。勝てねえじゃん、スペック的にこれ。